ボールファミリーバンドのベースボーカルのトモロです。今日はサニーという曲を皆さんで研究していきたいと思います。サニーってあのボブイヘブの曲ご存知の方もいると思いますけど、サニー Yesterday my life was filled with rain のこの曲ですねをやろうと思っています。なんでこの曲かというと、僕最近ずっとこの曲を通じたパット・マルティの奏法のアプローチとかジョン・スコフィールドのアプローチとかをちょっと研究していて、なのでちょっと他に題材が見当たらず頭の中がこればっかりなんで、今なのでこれにしようかなと思いました。でここに一応譜面があるんですけど、この曲平たく言うとキーの C メジャーのキーと F メジャーのキーがいると思ってもらえればいいかなと思います。はじめこの Am は C メジャーですね、キーだと。でこの G7、C7 はキーだと F メジャー、でこの F メジャーはキーだとまた C メジャーに戻ります。でまあここら辺 C メジャーでこのまあドミナント入るんですけど、でここでちょっと変則的になります。この E7 はっていうのがこう2行繰り返されます。で3行目も F メジャーまで一緒ですね。で下の B フラット7これですね、これはこの E7 のサブドミみたいな、なんかあの代理コードだと思ってもらっていいと思います。なのでまあまあ一緒ですね、ほぼ。でこれはまあここと一緒ですから一緒でしょ。でこれも E7 だけどシャープ9、まあこれもだから E7 で一緒。だからこの辺はもう C メジャースケールのをちょっといじくった感じですね。でまあいろいろなアプローチがあるんですけど、今日やろうと思っているのはペンタトニックに3つの音を足すだけで有効的に演奏できるし練習にもなるし、どっちかって言うと多分ジョン・スコフィールド系の練習に向いてるんじゃないかなと思っています。なので多分これ練習してるとなんとかジョン・スコフィールドをやろうとしていることが分かってくるんじゃないかなと、そういうふうに感じます。で何をするかというと、この C メジャーっていうのはあれですね、ドレミファソラシドですね、普通にドレミファソラシドです。でこう F メジャーになった時にドレミファソラシの C がフラットしなきゃいけなくなるんですよ、 F メジャーになると。なのでそのフラット7、例えばなんだろう、なんですけど、これがここがこんな感じになります。なので要するに言いたいのはここじゃなくてここを使うよっていう、 B フラットを使うってことを言いたいんですね。であとはここの E7 系列、この B フラット7の代理コードなん で E フラット7シャープ9もここですね。この E7 系列はこの G シャープこの音だったり、この音だったり、この音ね、この音だったりとか、 G シャープと F ですね、F、これをペンタトニックに混ぜていく。混ぜるタイミングはもうここは普通のペンタトニック、ここは B フラットを入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、 G シャープと F を入れたペンタトニックを繰り返します。でこれも普通のペンタトニック、 B フラットを入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、 G シャープと F を入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、 B フラットを入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、G シャープと F を入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、G シャープと F を入れたペンタトニック、普通のペンタトニック、G シャープと F を入れたペンタトニック、というふうにやっていきます。ちょっとじゃあやってみましょうか。今日使うのは YouTube のですね、ミュージックジャムトラックスさんのサニー4ギター Am100bpm バッキングトラック。
というのを使わせてもらおうと思います。ではちょっとやってみますね。C7 の時はペンタトニックに B フラット入れる。 F メジャー7は普通のペンタトニック、 B ハーフディミニッシュと E7 はペンタトニックに G シャープと F を入れるという、まあ頭の体操じゃないですけどをやるだけでも、ペンタトニックだけでちょっとね、それにフレーバーを加えるだけで全然あのジャズっぽくなるというか雰囲気が変わるんで、お時間のある時にでもぜひね、今ステイホームなんで僕的にはもう世界中のギタリストが腕を上げまくっているんだろうなと思っているんですが、僕も、できる限りギターを弾いていますんで、皆さんもお時間があったらやってみてください。あと、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。そしてウエストボールファミリーバンドのライブが再開された際にはぜひ遊びに来てください。ここ重要です。
よろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。ウエストボールファミリーバンドのトモロでした。また開けたいと思います。バイバイ。